ブラニスラブヌシッチは、セルビアの文化人、擬曲家、小説家、管理。セルビアのベオグラードで生まれる。父は、アルーマニア系の商人、母は、セルビア系。幼少期に、一家は破産し、スメデレイボーボに転居。同地で、初等教育を終えた後、ベオグラードの寄宿学校を卒業。1884年に、ベオグラード大学の法課を卒業。 20代前半の頃に発表した、風刺氏は大きな物議を醸したことから逮捕され、約2年間、監獄で生活した。1889年に外務省入省。オスマン帝国で約10年余り、セルビア領事館に勤務した。1900年に教育省の高官に任命され、その後、ベオグラードにある国立劇場の支配人になる。 しかし、ジャーナリストを志し、1905年に職を辞した後、様々な雑誌の編集に関わる。その後は、右与曲折し、第一次世界大戦中は、スイスや南欧に居住した。戦後、ヌシッチは招聘され、教育省やサライボ国立劇場の養殖を歴任。1933年に、セルビア科学芸術アカデミーの会員に選出された。 たびたび社会風刺激劇を発表、好評を博し、現在でもぬ湿地の風刺激劇は、劇場で上演されるなどセルビアの人々から、親しまれている。1938年、ベオグラードで死去。ありがとうございます。